ちゃん放送局。はい、こちらもちゃんさんもちゃんです。今日紹介する車は29年4月式かな、29年4月式の NBOX の、グレードが多分 G かな、 G だと思われます。ちょっと分かんないですけど G ですね。はい、だから今の NBOX の前の方になりますね。はい、ライトはハロゲン、ハロゲンですね。はい、エイジが DBA-JF1 の水冷直列3気筒ですね、すみません4気筒じゃないですね。 DOHC で馬力が58馬力の CVT タイビングチェーンですね。はい、こんな感じです。タイヤの方が横浜ブルーアース155-6514です。15じゃないの、14なの。バックキャメラもついてますね。バックキャメラもちゃんとついてる感じですね。NBOX といったらね、ドア開くんですけども、手動ですね。両側手動スライドドアになります。広いね、やっぱ。NBOX は結構広い。こうやって押すとね、違いますね。はい、後ろですね。よいしょ。うん、大きいと思うんだけど、こんな狭い。後ろは広いかと思ったんですけど、後ろは狭いかな。シート倒したら、まあ、そうかな、広くなるって感じかな。ちょっと広いけど、畳んだ状態だと狭い感じしますね。よいしょ。結構狭めの車になります。よいしょ。よいしょ。踏んで、こうなんだね。はいはいはい、なんかすごい特殊なやり方ですね。こうしてで、こうですね。おお、なんかちょっと変わった感じのものですね。一応座ってみたんですけど、やっぱ NBOX 結構広いですね。高さも結構あって、後ろはもうほぼ広いですね。もう普通車アクアよりも広いんじゃないですか、多分。今後ろにしてるんですけど、相当広いですね。はい、高難センサーはついてない、コーナーセンサーはないです。コーナーセンサーついてない。で、ドアウィンカーではないですね。はい。よいしょ。鍵はこれですね。鍵は、こちらです。まあ、普通の鍵ですね。エンジンかけますね。ちょっと暑いね。やっぱ。走行距離が2805キロ。ですね。車検の方が令和4年の4月4日までついてます。装備の方なんですけども、これカロッツェリア の、まあ、あの恒例のタイムズカー専用のサイバーナビで、これ旧型なんだよね。音声がちょっと違うので、ナビと、あとは、バックキャメラですね。バックキャメラがついてます。エアコンつけてますね。はい、エアコンですね。コンプレッサー変わって涼しいかな。あ、大丈夫ですね。コンプレッサー効いてます。はい、エコンボタンがなんか押すと燃費が良くなるのかな。横滑り防止のボタンとかありますね。ホンダセンシングとかそういうのはついてないですね。ほぼ、まあ何にもついてないですね。ほぼライトもオートライトもついてない感じなので、ここライトだね。ライトは LED だね。はい、でここもまあ鏡がこうついてるって感じになりますね。高いね、やっぱり。で、後ろ、まあこのライトとかはほぼほぼついてない感じですね。で、これまあ収納入れがあるって感じで、で ETC ですね。 ETC がついてます。遠隔ですね。ちょっと下の方しかちょっといけないので、ちょっと上の方で申し訳ないんですけど、あ、 OK ですね。遠隔もバッチリですね。でパワーウィンドウ、はい、ドアウィンドウも正常かな。助手席と後ろは手動ですね。まあ、あの自動で開かないですね。運転席だけですね。はい、こんな感じですね。で、メーターが一応タコメーターがついてる感じかな。はい、タコメーターがついてる感じですね。アームレストもあるんですけど、ちょっとここが気になるかな。ここがちょっと、気になる感じがします。で、シガーソケットもちゃんとついてます。運営もついてますね。倉庫の方に作っていきたいと思います。はい、じゃあ走らせますね。
すごい暑いですね。もうね、めちゃくちゃ暑い感じだ。あ、で集中ドアロックがついてますね。集中ドアロック付きでございます。はい、メーカーカタログスペックなんですけど、レギュラーガソリン仕様でリッター 25.6 ですね。この車 G なので 25.6 の車になります。まあ、結構 NBOX って、まあ、こう世代前の馬とかも結構あるんですけども、まあ、やっぱりね乗りやすい、まあ、軽自動車って言ったら、まあ、このクラスが結構思い出すので、まあ乗りやすいね NBOX は。まあ、軽ハイトワゴンっていう、一応ハイトールワゴンっていう風に言うんですけども、まあ、NBOX のライバル施設って言ったら、まあ、スペーシアかタント、スペーシアかこうタントが結構思い浮かべると思うんですけども、まあ、その中でもやっぱ NBOX って結構まあ人気っていうか、まあこうね、人気のある車になってますね。まあ、走りやすいね、やっぱり。NBOX 結構いますもんね。ああ、そこにも、あ、赤い車も NBOX だもんね。まあ、NBOX もね、まあ、軽自動車だと逆に NBOX が結構見るかな。うん、普通車だとアクアとかプリウス見るけど、軽自動車になってくると、まあ、タントとか NBOX とか結構見ますね、僕は。K でもね、タントと並ぶぐらいの米なのでって感じですね。で、今の現行の NBOX とはこれ違うんで、まあ、一世代前の NBOX の車になるので、まあ、それでも結構運転はしやすいですね。はい、結構車高も結構高いので、ものすごく運転はしやすいですね。乗り心地も結構いい車なので、これはかなりいい車だと思いますね。今エアコン作ってるんですけど、やっぱ、ね、走ってくるんですよ。で、うちの家族の車とかだって結構昔の車ですけど、エアコンつけると全く走ってかないんですよ、軽自動車って。パワーが少ないって関係で。だけどこの車はエアコンつけても走ってくので、相当燃費はかなりいい車になってますね。力も強いしね、ものすごくいい車。結構女性の方も結構運転しやすいって感じがするかな。なのでいい車だと思いますね。あそこの薬局ちょっと入りますか。まあ人もいないし。いや、運転しやすいね、やっぱ。ちょうど軽自動車専用ってところ、こっち入るか、ちょうどいいよ。軽自動車専用道路があったから、ここはちょっとどうやって軽自動車専用と止めますか。まあ別に加入することはないけどね、ただ止めるだけです。はい、ということで、まあこんな感じですね。あの NBOX の、まあ、紹介と、あとは走行をちょっと斜めに飛びちゃったんですけどもって感じで、まあ、力強い走りなので、まあ、NBOX 結構いいと思います。検討するだったらこれ一番いいと思います。じゃあこれからタイムスカーのところに、まあ、返却しに行きたいと思います。ということで、本日は一世代前かな、 NBOX の G グレードの走行レビューと、あとは車内紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。ちゃんと高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。